市畑電気鉄道80系電車は、かつて市畑電気鉄道に在籍した通勤系電車。1981年から翌1982年にかけて、西武鉄道より451系電車を譲り受け導入したものである。本校では、80系同様に、西武鉄道からの譲渡車両である90系電車。 および9 0系より別形式へ区分された、デハ6 0系電車についても合わせて記述する。1982年9月に開催された第37回国民体育大会に際して観客輸送を担うこととなってきた北松江線の車両近代化が計画された。折しも、当時の西武鉄道では冷房装置を搭載した。 カルダン駆動車の増備を受けて451、軽電車の廃車が進行していたが、同系列は西部における、廃車当時の経年が20から24年程度と、比較的状態が良好であり、市畑電気鉄道では、同系列を譲り受けて老朽化した従来車の代替に充当することとした。 当時の西部4 5 1系は6両固定編成と2両固定編成の2種類が存在したが、このうち制御電動車、雲波451型と制御車雲波1471型で組成される2両固定編成3本を1981年12月に1本、翌1982年9月に2本導入し、制御電動車は、デハ 80K81、 83、制御車は区派180系181から183、とそれぞれ解消、改版され、車両番号末尾動番号の制御電動車、制御車の組み合わせによる二両固定編成を蘇生した。百八十五年三月には、同じく西部より551系雲波51、系560及び区波1651系百16六十一 を譲り受け、さらに翌1986年3月には、雲ハ 551K552.554 を譲り受けて老朽化した従来車を代替した。前車は、電波 90K91 及び区ハ 190K191 として 80K 同様に二両固定編成を蘇生したが、後者については、 日中間3時の運用及び増結運用を目的として導入に際して西部所沢車両工場において両運転台化改造が施行されデハ 90K92.93 として導入された後1986年度中にデハ 60K61.62 と別形式に区分されたなお導入に際しては 各編成ごとに、北松江線沿線にちなんだ固有の編成相性が付与され、前面には相性表示板が設置された。いずれも北松江線の主力車両として運用された後、後年の後継車両の導入に伴い、8 0系、9 0系は1996年に、デハ60型は2006年にそれぞれ形式消滅した。 区派 180K183 デハ 60K61 各形式とも全長2万ミリメートルの全金属製車体を有するが種車の相違によって全面形状が異なり 80K が切妻形状の3枚窓構造であるのに対し 90K 及びデハ60型はいわゆる湘南型と称される折妻傾車型形状の2枚窓構造である 客用扉は、市畑電気鉄道発の両回避を採用するが、デハ 90K91 及びデハ 60K61.62 が、アルミハニカム構造、扉窓金属枠固定の客用扉を採用するのに対し、80K 及びクハ 190K191 は、構成、扉窓エッジゴム固定の客用扉を採用し、こちらも種車の相違によって、仕様が異なる。 デハ 60K61.62 は60、前述の通り導入に際して、両運転台下改造が実施されているが、改造は、旧来の連結面を一部切断し、西部在籍当時における編成相手であった西部、雲波553.551の運転台部分の構え体を接合する形で行われた。側面窓配置は、 片運転台構造の 80K 及び 90K が D1D22D22D2、両運転台構造のデハ60型が D1D22D22D1D である。車内はロングシート仕様で、車内照明に蛍光灯を採用、車内送風機として扇風機を各車7機ずつ搭載する。これらは西部在籍当時の仕様そのままであるが、 一畑電気鉄道への導入に際しては、車体塗装を、黄色地に青帯を回した、一畑電気鉄道の標準塗装に変更、各先頭車の前面に、相性表示板受けを新設したほか、西部在籍当時は、ガーランド型ベンチレーターを搭載したデハ82.83、についてはベンチレーターを、グローブ型に交換した。また各社とも、 全面窓内側に設置された行き先表示器をそのまま活用し、表示幕のみを市畑電気鉄道仕様の内容に変更した。主要機器については、譲渡に伴って不要となった西部型 ATS を呼び、列車無線の撤去が実施されたことを除くとおむね、西武在籍当時と仕様の変化はなく、その多くが、 終戦直後から1960年代前半にかけて西武鉄道において多用された鉄道小政式の急平な機器である。電空カ無軸式の自動加速制御装置 CS5 及び弱めい自接触機 CS9 を併用する。直列5段、並列4段の磁気並列組み合わせ抵抗制御に加え、前述 CS9 を用いた弱めい自制御を行う。 直流直巻清流子電動機 MT15E を、電動車1両あたり4機搭載する。駆動方式は吊りかけ、式、歯車比は2.52である。電動車で刃 80K、刃 90K、歯60型が吊り合い両式台車 TR14A を、制御車区刃 180K、区刃190型が、同 TR11A をそれぞれ装着する。 西部在籍当時は、住友金属工業製の、ペデスタル式空気バネ台車 FS40 を装着した、デハ 61.62E についても、譲渡に際して、TR14A 台車へ交換され、仕様が統一された。A 弁を使用した、アマエ・アッキー電磁自動空気ブレーキである。MHz77DM43 電動、発電機及び、 メガヘルツ16バイト AK3 電動空気圧縮機といった補助機器については8 0系及び9 0系では西部在籍当時と同様いずれも制御車へ搭載したが両運転台構造のデハ60型についてはそれらの機器を自車へ新たに搭載し重量もデハ8 0系、デハ90型が38トン台であるのに対して40.6トンと増加した 連結機は西部在籍当時と同様に密着連結機使用で各社とも電気連結機を損置したまま譲とされ増解決運用時の作業性向上に寄与した導入後は前述の編成相性表示板を全社とも撤去した以外主だった改造を実施されることなく8 0系、9 0系は20メートル級車体という収容力の大きさを生かしきた 松江線の主力車両として、レハ60型は、日中間3時の炭鉱運用もしくは、前景に系列の増結用車両に充当されるなど、それぞれの特性を活かして運用された。その後、1993年11月に、発表された、列車増発、駅施設の整備や、老朽車両の置き換えを主軸とする、市畑電気鉄道の、 経営改善5カ年計画を受け、比較的近代的な全金属車体を備えるものの、比例防止用をかつ旧大前とした、吊り掛け駆動車であった 80K、90K、レハ 60K の各形式についても代替が決定した。翌1994年以降、車両近代化目的で導入された 2100K 電車、及び 3000K 電車の増備に伴って、 80K で派82区派182編成及び、で83区派183編成が1995年12月31日付で、80K で派81区派181編成、及び 90K で、891区派191編成が1996年12月31日付で、それぞれ廃車となり、80K、90K は全廃となった。 レハ六十系六十一点六二のみは予備車として残存したものの最終的に二千六年十月三十一日付で除籍解体されレハ六十系の全廃をもって西武鉄道より譲り受けた二十メートル級車体の各形式はすべて形式消滅したこのため一畑からは一旦は二十メートル級車両が消滅していたが二千十六年十二月に 投入された86年振りの自社発注車となった7000系で、再度20メートル級車両が投入され復活した。ありがとうございます。